大阪府議会は、大阪府に設置されている、地方議会である。1878年7月、大上官府国として軍区町村編成法、府県会規則、地方税規則の3規定が交付され、大阪府会が組織された。1879年3月、初めての大阪府会選挙が行われ11、選挙区から34人の議員が選出された。 1882年3月、西区西道とんぼりに本格的な議事堂を築造。1892年3月、議事堂が議会開会中に火災により消失。1893年、西区への小島にあった二代目大阪府庁舎の横に議事堂が移築された。1926年10月、現在も使用している三代目大阪府庁舎が完成。 1947年4月、日本国憲法施行に伴い制定された、地方自治法による最初の府議会議員選挙が行われ、36選挙区から74人の議員が選出された。名称は、大阪府会から大阪府議会となるが、観光により1960年頃まで大阪府会の名称を使用していた。2011年6月4日、 議員定数を109から88へと21議席削減する条例改正案を可決した。これに伴い2015年4月に行われた第18回統一地方選挙では、公述するような選挙区の統合や定員減が相次いだ。4年。ただし議会が解散されればその時点で失職する。中選挙区制と小選挙区制を実施。不議会を補助する。 事務組織として事務局が置かれている。2021年5月現在、大阪維新の会、公明党、維新系無所属の国民の会の3会派が不正与党である。長らく自民党系の会派が最大会派を占めていたが、2011年の統一地方選で当時大阪府知事であった橋本徹氏が率いる地域政党大阪維新の会が57議席を獲得し、 過半数を占めた。一方で自民、民主、公明、共産は議席を減らした。定数が大幅に削減された2015年の統一地方選では大阪維新の会が42議席を獲得し、第1党を維持したが、過半数には見たなかった。自民は議席を伸ばし、公明、共産も概ね現状維持したが、民主は1議席しか獲得できず。 歴史的大敗となった。都構想の再住民投票実施をめぐる2019年の統一地方選では、大阪維新の会が過半数を大きく上回る51議席を獲得。無所属2名を加えて53議席を、と構想賛成派が占める形となった。公明、共産は選挙前議席を維持したが、自民は9議席減らすこととなった。2021年6月3日。 現在2015年4月12日の不義船より109人から88人に削減された。ありがとうございます。